よし、OK だね。水も OK。食材 OK、OK。こっちも OK。あ、これ OK じゃない。DC に変えてと。はい、大丈夫ですね。もうちょっとパワーアップしておこうかな。DC 弱いからね。はい、OK。で、ロックかかってる。全部閉まってる。これ危ない。これは下に置いとく。これも置いとく。はい、OK。大丈夫ですね。いいね。閉まってるね。はい、OK ですね。です。今日はですね、久々に、長野の方に行きまして、ちょっとね、保養所の方で、仕事がありますので、久々にこの 540KMFE をね、引っ張りまして、昨日車検取ったんですよ。なんで、使っていきたいと思います。では、行ってきます。助手席はケンちゃんと、お母さん行ってきます。行ってきます。調子悪いんでしょ。喉がいつも調子悪い、ね、そうだね。花粉かな。花粉です、うん、僕もそうです。みんなうちのこっちも喉がかゆいのと。じゃあ行きましょう。はい。行ってきます。行ってきます。曲がりきれるかな。行けるね。いける。長野に到着いたしました。ちょっとご飯で808に寄っていきたいと思います。途中紅葉がめちゃくちゃやばくて、八ヶ岳ねえ、綺麗だよね。ちょっと楽しみですね、紅葉。このあと大門峠とかあるから。紅葉がね、目が離せません。すごくいい。真っ黄色。大門峠です、今。素晴らしい紅葉です。どうですか、ゆうちゃん。すげえ。急になんか強気なやつになってるけど。すげえ。すげえよね。やばい。到着いたしました。寒いね。結構、いやー、いいですよ、紅葉すごい良かったです。こっちはもうちょっと若干枯れちゃってるかなっていうところですけど、少し残ってますね。3度ぐらいになっちゃうみたいです、夜。で、今日はここのキャンピングトレーラー用に張ったね、8m×8m のテントの、天幕を外しに来ました。雪が降るとね、潰れてしまいますので、秋のうちに取っておくということでございます。また春ね、張り直します。冷蔵庫の品物を移動しましょう。あ、今日しゃぶしゃぶです。すごい汁。何の汁わかんない。野菜から。ああ、多分あ違うわ。冷蔵庫がもう あ上から冷凍庫だ。お願い。はい、ストップ。Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive.Open your
はい、ではね、無事にテント取りました。こんな感じでまだね、作業が残っておりますので、何の作業しようかね。あと1時間ぐらい、今3時なんで、もうあとちょっとしたらね、ご飯作りたいと思います。うわ、社長の部屋の縁の下の下のね、コンパネが、よいしょ、映るから、真っ暗だから。ちょっとビスの打ち方がね、甘いということで、今それを打ち直す作業をしてます。聞いた？これちょっと番外編です。これは番外編です。いや、打ててないからってこと？特殊なところだったんで。あ、特殊なところ、番外編ここで。まあでも実際15分くらいで終わっちゃいそうじゃないこれ。いやー、もう1時間打ちますよ。じゃあご飯作ってきた方がいいかな。もうお腹すいた？お腹すいてない？お酒飲みたい？酒は飲みたいっすね。じゃあ作ってくるわ。はい、ではね、今作業終わりまして、肌すっげー赤くなってる、寒かったな。今からですね、今日はしゃぶしゃぶをやりたいと思いますので、男料理していきたいと思います。まあ、言うてケンちゃん切るだけなんでね。ええ、できる？できる。酒飲み来ただけじゃないの、あんた？ちょっと酒飲み来た。酒飲み来たじゃない。料理できないから。ちょっとキッチンドランカーっていうかね、聞いてない。キッチンドランカー、はい、キッチンドランカー、お酒を飲みながらご飯を作っていきたいと思います。はい、お料理。僕は今日はほとんど撮影しかしておりません。じゃ あ、なんかいいの買ったんだよね。いいのか分かんないけど、808でパッケージは可愛いけど、8ピークス、僕あんまりね、8ピークスそんなにこう飲まないんですけど、なんか新しいのが出てたんで、ココイラエールっていう新しいペールエール系のやつかな。ちょっとこれ飲んでいきたいと思います。 あとこれちょっとなんかパッケージがこれね、ちょっと大丈夫なのかっていうやつなんですけど、なんかね、僕たちがね求めるなんかこうパッケージじゃないんだけど、これがレノイ、なんか、ね、ゴールデンエール、缶コーヒーみたいだね。缶コーヒーみたいだよね。ちょっと飲んでみたいと思います。勉強ですよ、勉強。ココイラエール、8ピークス、八ヶ岳の栽培されたホップを 100% あ、いい匂いでも。いただきます。いただきます。あ、花の匂い、確かに。うん、なんかすごいね、うん、紅茶とかそっち系の、うん、まあ悪くない。まあそうだね、うん、好きではないけど。美味しい。はい、お疲れ様です。整いました。こんな感じでパクチーがね、150円ですげえ大量に売ってたんで、しゃぶしゃぶなんですけど好きなんで買ってきました。社長は大嫌いです。ちょっとこそっと入れてみます。みんな終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。働いたね、今日は。働いちゃいましたね。今4時です。夜みたいな感じになっちゃってるけど、まだ仕事し始め1時過ぎです。1時過ぎですね。濃縮された時間だったね。で、明日午前、ね、あの昼前に帰るんだっけ。午前中仕事して、ね、じゃあ乾杯。新しいやつ、レノイです。これゴールデンエール。うん、ちょっと、ね、苦め。やっちゃっていいですか。やっちゃってください。いきます。どういくのかな。どういくのかな。はい。おー、なんかいつもと違うね。元気。これだってもうなんか受賞してるやつだから、1000円だけど受賞してるやつ。あの、モンドセレクション。社長、シャンパンちょっと飲みます。あはですね、5時30分を回ったところかな。何時だろう。6時半ぐらいですね。外の気温がもうね4度、超寒い。
ストーブつけときたいと思います。久々につけるからね、つくのかなっていう。つけましょう。どうやってつけんだっけ。こうか。来ないな。来ない、つかない、壊れちゃったかな。マジで。しかもこれ向きが逆、向き近くね、これこっちだよ。やっぱつかないとダメだね。こっちで引っ張るか。これダメだな。こっちで一回引っ張って、来た、ついた。こっちで引っ張ってあげて、つくかな。カチンカチンとかやんだっけ。これでついたと思うんだけどな。つけ方間違ってないよね。つかない、ガス。来た、ついた。やっぱ引っ張ってあげないとダメですね。ガスだけだと引っ張り、FF ヒーターだけだと引っ張りきれないっすね。つかないときはガスで引っ張ってあげて、ガスコンロだから。でこっち持ってこないと。いや、よかった、ついて。引っ張ってあげてね、こっちで。ガスコンロだと引っ張れるんですね。いや、よかった、ついて。